何ですかね、模様違うかな、あの、この、この奥ねすごい、ちょっと行きます、これね、もう一生あー、この奥はねおー、びっくりした、え思いがけぬ肝試しツアーになこんにちは、サンダービオレの山美です。今日も、動画を見てくださってありがとうございます。確か去年の2018年の、9月の30日だったかなに三田温泉熊野の里っていうあのスーパー銭湯があったんですけど、そこがあの閉店になってしまいまして、であの当時ね、あのサンダービオレのツイッターとかFacebook とかの SNS でその閉店するみたいですっていう情報を流したんですけど、結構その時反響があって、あのなんで閉まっちゃうのとか残念ですとか結構いろんな方の声をいただいていて、そんな方たちに、まあ、朗報というか、その熊野の里があった場所にまた新たなスーパー銭湯ができるらしいです。知ってましたか？で、今日、まだ、改装前、内装工事とか、外装工事とかが入る直前らしいんですけど、ちょっと中をね、様子見させてもらうことができそうなので、急遽、やってきました。ということで、ちょっと入ってみたいなと思います。では、行きましょう。はい。はい。ご紹介します。私の隣から、温泉課長、温泉課長の高橋さんです。お願いします。でそのお隣が、次の温泉の支配人のされる川端さんです。川端です。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと入っていきましょうか。はい、こういう、はい、ちょっと危険なところが全部リノベーションする。前はこの辺がまあフロントで、そうですね、はい、うん、ここがもうレストランになる。そうでした。あ、そうそう、言い忘れましたけど、今こうやって改装前の状態撮らせてもらってますけど、直前になったらまた新しい状態のをぜひ撮らせていただいて、はい、これがあのこんな感じになりましたよみたいな、ね、はい、ぜひ撮らせていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとなんか怪しい、ちょっと怖い、この時期ならではこの時期ならではちょっとひんやりした感じ、ひんやりした感じ。わ、すごい、これすごいさ、こんな状態で入れるって思うよ。これね、閉店されてから、まあ、1年経たないぐらい。そうですね、そうですね、2年ぐらいでしたね。で、もう買うって決めたのが12月にもバット買ったんですけど、うん、そこから、うん、すごい、まだ水が張ってる、はい、作りっていうのは、はい、ほぼほぼ生かしますね、はい、ただこっちの奥とかは、うん、若干広すぎてるんで、うん、ちょっとコンパクトにしたいなと思ってまして、うん、であとはなんか個室風呂というか、はい、まあまあプラスアルファで入れるようなものになっていきたいなと思ってます、うん。ここはもう映らない、暗黒ですね。暗黒暗黒プラス、この奥ねすごい、ちょっと行きます、これね、もう一生映らない。この奥はね、なんか肝試しの動画みたいになってる。この奥はほんまにね、じゃあ誰やから行きますね。じゃあ一人やって怖いですね完全に一人で。ここ僕来たことありますすごい覚えてます。この奥、知ってました？この奥は知ってない。この奥ないですか？この奥ないない。あれですよ。面白いこと入って。元エステルームなんですけど、まあ、ここはもうね、閉じようと思ってます。おお、びっくりした。びっくりした。僕初めてやってからびっくりした。おお、何がなんだ。びっくりした。怖い。謎な。何あれ？これ何？
え、何これ。これ何に使った。何に使われてるんですか。テレレ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 レ顔もちゃんとしてるんですか。顔ちゃんと別品さんです。別品さんびっくりした。じゃあその次の温泉では入り口のところに飾る。バリフレール。綺麗です。綺麗というか。すごい安心感。僕も覚えられてるんですよ。バリフレール。ああ覚えてます。はい。なんとなく私和風の方好きだ。なんかこう収納と多分変わってるんですね。はい、ここも実は元お風呂で。へえ。元ありましたっけ？ここはいやもうあんまり記憶にない。そうそうここはもうすぐ閉まったんちゃうかな。あそうなんですね。入りますね。すごいですね。結構美味しいね。はい、あそうなんですよ。はい。膝がなくなっちゃう。あ、そうなんですね。つなぼすかないんですけど、すごい時間。へぇー。この辺に大丈夫です。頑張れ。そうですね、変わるし。もう頑張るな。うーん。ちょっとなんか、思い出があるんで。思い出があるんですか。ああ、覚えてるんで、ちょっと手伝いが。この辺はもう完全に違う感じ。違う感じですね、はい。違う感じプラスこいつたちはどうしようかなみたいな。ああ、でももったいないですよね。こいつで多分ね定価って60万ぐらいです。え、1台で。マジですか。でもちょっとうちも使わへんから。わあ。売れたらいいな。まだ綺麗やもんねこれ。あ、全然。もう確かに。綺麗しといたんで。でもその前の刑事の方がそのこれ中のものを売ったりとかっていうふうにならなかったんですか ね、 そんなにもうスピーディーにもうとにかくこれを売って買い手を見つけて、はい、あと引き継ぎたいみたいな。なんでもう完全居抜きというか、うん、もう何もしない状態でバーンって。ちなみにその1階に居抜きとおっしゃってたレストランはどんな感じのレストランになるのかってあるんですか。名前ね、一応ファンクスキッチンという形で、はい、ちょっとニューヨークのグリルか、はい、こうビストロっぽい感じ、まあ、こっちの料理近いと思うんですけど、そんな感じで考えてます。ファミリーでも利用しやすいような。あ、そうですね、感じですね。はい、で面白いのが、ちょっと面白いなんかこう、なんていうかな、レーンができるっていうんですかね。これは珍しい。そうですね、言うたらご飯がピューって流れてくる回転寿司のような。あ、近いです、近いです。はい、こんな感じすごいな。これは温泉で初めて。温泉以外でも、まあ、あんまり温泉寿司以外ではないかもしれないですね。普通のレストランで、はい、ないですね。いや、ドローン飛ぶところを間近で見るの初めてです。いいですね。温泉カッコドローン課長。ドローン課長。温泉カッコドローンはちょっと頑張らへんと。ドローン、ドローン温泉にやって。ドローン温泉。なんと安高いよ。まさか。お疲れ様です。重鎮がちょっと申し訳ないな。重鎮がもう。え？こっちもやってくれるんですか言ったら、こっちは関係ないですって言われたから。あ、本当ですか。あ、なるほど。すごいな。以前は、まあ、温泉が2種類あって、はい、でレストランがあってあとマッサージとかの設備があったりとかっていうことだったと思うんですけど、はい、今度次変わる温泉では、はい、その辺の構成というか、はい、何か含めて何か変わってくるっていうところがあれば。
そうですね、はい、ガラッと変わりますね、はい、まあ、先ほどの入っていただいたの入り口なんかは実はレストランになっているので、であそこをレストランとして、で入り口がね、ここのちょうど向かいの、はい、休むところが入り口になって、はい、で2階が岩盤浴っていうのを入れていきたいな、でプラスアルファちょっと秘密の仕掛けを作ってるので、はいはい、まあそこはちょっと楽しみですね。楽しみですね。めっちゃ楽しみ。ほんまに。やばい、持ち上げすぎた。期待度が期待度ですね。なんて言うんでしょう。ちっちゃいあの下からこう上がってくる。ああ。もうちゃんはい。はい。そうですね。あれはちょっとニャンニャンちゃんに書いてあるので猫にしたいなと思ってます。ただの引き続きあれはできるだけ使っていきたい。そうですね。あれはもう本当に残していただけるとすごく。はい。お子さんは特に喜ぶと思います。そうです、はい、もう以前は結構いらっしゃったんですか？結構、はい、来てまして、はい、やっぱり、はい、あのね、その辺の前の駐車場止めて近いのに、はい、わざわざ下に、はい、下に、そうなんですか、下止めてって言われて、はいはい、で、はい、あれ乗りたいから、で下わざわざ止めて乗ってきてっていうパターンでしたね、はい、ね、はい、だからやっぱりまあ、はい、ご家族連れとかの方たちはやっぱりあれ乗るっていうのが一つの、はい、ここに、ね、来る理由の一つだと思います。あ、そうですか、はい、もう一つで言えば、あのソフトクリームは復刻させます。あ、はい、前回すごく美味しかったという。そうなんですよ、もうここはあの買い取る時にもう、はい、うちの代表がもう絶対あのソフトクリームは欲しいとだから九州に行って掛け合ってこいって言ってで掛け合ってきて、であのようやく手に入れることができまして。そうなんですよ、もともとフランチャイズだったんで、はいはい、あそこの前入ってたレストランしか使えませんみたいな感じだったんですけど、うん、はい、じゃあもちろんのこと、この辺りではもう絶対食べられない、はい、ものってことですね。はい、そうですが、今西山スーパーに行けばそれがそうなんですね、特別にあの今さっき飛んじゃいましたね。そう、食べれる。あ、そうか、そうか、そうか、そうですね、はいはいはい、え、それは、はい、のずっとですか？基本的にはずっと、はい、はいはいはい、そうですね、なるほど、予定ではありますね。そっかそっか、はい、じゃあ後でぜひ食べに行きましょう。あ、じゃあ、あの支配人さん、はい、次の温泉のお名前ってもう決まってらっしゃるんですか？あ、そうですね、はい、もう決まっておりますね。で、はい、そうですね、名前はですね、あの寿の湯。寿の湯、そう、寿はあの、うん、あれですね、そうです、寿の幸せの寿の湯ですね、はいはい、はい、なぜその名前になったのか、なんかありますか？ちょっと実は由来がありまして、はい、うん、ちょっと由来はあの、はい、まあ、ここの代表の、はい、まあ、祖母に当たるんですけども、うん、が実は三田の地元の駅前で、うん、あの銭湯をやってまして、うん、でその名前が寿湯っていう名前なんです。でそこから、まあ、あの取って、まあ、もう一回温浴施設やるときに、まあ、もう一回こう復刻したいっていうので、うん、じゃあ寿、うん、の湯っていう名前にしようと、はい、なるほど。でプラス、まあ、あのウェディング、あの弊社やってますので、それも喜ばしい、寿、うんうん、まあ、喜ぶっていう意味でも含めて、寿、はい、の湯にいろいろかかっているわけですね、はい、そうなんです、はい、感動的なエピソードなんで、ね、はい、なるほど。最後に、この YouTube で今あの、はい、流す動画を撮らせてもらってますけど、まあ、三田市周辺の方々特に見ていただけると思ってるので、うんうん、あのこの地元の方々に向けて、うん、あのこんな施設になるよみたい なんかメッセージがあれば、ぜひ。そうですね、ここのね施設で今後運営するということで、まあ、ちょこちょこ当然こう見に来てるんですけど、うん、よく地元の方にお会いするんですよ、はいはい、なんかね、ここまで見に来る方もいて、でなんかすごいその地元のおじいちゃんぐらい結構年配の方がいて、ここいつオープンするんですかって、あのあとなんか女性の人もなんか一回、え、ここもうオープンするんですか、新しくみたいな声もすごいたくさんあって、うん、やっぱりなんかすごい地元の方が、あの次ここいつ新しくオープンするんやっていうね、すごい期待もたくさん声も聞いてますので、本当地元の人のね、うん、前以上の施設に、ね、うん、期待に応えられるような施設にぜひこれからね作っていきたいと思いますので、またオープンの際にはぜひお越しいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではまたぜひ来てください。はい、よろしく。2回言うてもらって、よろしく。2回どこが前か分からない。よろしくの前何言うの、ね